ラジオキナはいます、ね、もうごめんねこの CM の間にねいる捨てられない話をしてて、まあ、息子がパンツ捨てられないっていう <laughs> もう最高ですよパンツの話パンツがもうゴムも終わってブラブラがくさビラビラで入ってる意味も,もう出しきだけどね「<laughs> 4週間目にこんにちは」<laughs> ザ・いなり司みたいな絶対お俺より細い細いもう M が L ぐらいになってるわけわかるもうゴムがもう だけど知らないしもうちビとかもあごめんな息子な多分多分だけど俺も昔でもそうだったわけよわかるわかる美香さん穴開いたパンツとかも旅行行った時にそこで処分して帰り軽くなると全然関係ないけどで然芸持ってきてる時あるけど。 死に嫌なパンツはいて <laughs> 捨ててこようと思ったのに全部持って帰ってきて<ー>やっぱり捨てきれないみたいなあもう最高なんですけど靴下も右側の親指はないてたらこれ左に履いたりしてからバレないようにみたいなちょっと小指符で挟んでから「<laughs> えこっちの居酒屋座敷だば」みたいな「えっ!」ってもうデジージ先っぽだけ死に近い列26.5の人が25.5の靴履いてるみたいな。<laughs> 入りますよ大丈夫ですよってこうて送りもできます。ああちょっとその捨てなきない俺がもうだから俺がもう捨てようかなも思ってた多分しんちゃんもそうだからそうなんだよちゃんとそうなっちゃうんだな俺行ってる横から俺もそうだなと思ったりしてくでしょでもあまりにもすごいもう干してる時点でこれか犯罪何かあったのかなんか襲われたヒッチコックとかにとかも いや、襲われたかってこ。<laughs> これだったら、一応泥棒入らんはずな、これ、もうか,かわいそうだよ、こっちの人はもう。<laughs> このパンツもかわいそうだよ、お金ないよ、<laughs> この。パンツとしてはさ、最高じゃない。最高で、死に使われてるよな。何、こ,こ,こう、使ってもらってね。パンツの空数だよ <laughs> 違う。パンツの空数ってっ。パンツのヴィンテージ。<laughs> そう、ヴィンージ。よくねえ、やかっこいいもう透けてるよ。 もうこっち当たるんだろうなみたいなジーパンみたいな味が出ればもういいよもうもう俺でもごめん息子ごめんの譲パン使ったからもう買ったんだよね逆にピタッとやりすぎてあれだぞマンツーマンディフェンスフジいや岸本か岸本やマンツーマンディフェンスオルコートああもう死にそうすごいやつ くらがらいみたいなあっちだよみたいなもうしんちゃんこ、うん、ないっていいいいいテの話ですねあっあんまやあ<ー>さあそれではえー、っと今週も給食係からおいしい話題から紹介していきましょうしゆきからあんなに時間厳守でって言われてるんや全然時間、ね、もからおいしい <laughs> えっもう今日はもう今日,今日曲なしでお前幸子おれ今日。 おじゅりさんどうも、はい、今回は自粛とのことで近所のテイクアウト店にチャレンジししてみました<ー>ご存知の方も多いかと思いますがイオンハやバルさんにあるシェイキーズさんのピザのダブルサイズが1,000円とあったのでピザ3枚をテイクアウトしてみましたペパロニピザバーガーピザダブルチーズピザそれも今なら2,000円以上でフライドポテト M をプレゼントということだったのでもちろん頂い,いてきましたよそう,、ね、うん えもう一つはこちらもハイバルですがジェフヨナバル店斜め向かいの上原そば店さんランチタイムで沖縄そばなどを提供しているみたいですが今持ち帰りで馬刺し鶏のたたきビタロウのやバター焼き<お>ヤギ汁などができるみたいで今回私のおつまみ用で馬刺し1000円分をテイクアウトしてきました、うん、あと家でシェイキーズ風のポテトスパゲッティなどを作って子どもたちと楽しくおいしくいただきました上原そば店さんはランチやってるみたいですが今自粛制限があるので行く前に確認してくださいということでいただきましたお樹さん ですへえそんなあっ分かるあのあ<ー>シェイキーズがこれやってるのはもうよく知ってるんですけど安いよね安いなテイていいかお手だからっていうけどありがたいよね本当にね<ー>上原そろさんも夜なばるもねうん有名ですね はい。ああ、こんなの、だから、皆さん、ほんと上手よ、探すの。うん。ねえ<ー>。やっぱりね、本当今、はい、情報社会ですごいですよね。はい、じゃあ、続いて。あごめんなさい、失礼しました。いはい、えー、こちら、フォレスト・オールさんですか。はい、えー、しんちゃんみか、ミーカこんにちめ。先週、カデナ、道の駅へ、えー、チーズバーガーを買いに行ったら、ともぶんが、 トンタンの紹介をしてて、今空いてますっていうので、よっしゃ、行ってみようと、勢いよいと向かったら閉まってました。<laughs> 日月休みじゃーん。して、えー、本題のヤギ汁。カデナロータリーから国道58号線を北へ向かうと、au、うん、読谷店があるので、左折すると、100メーターぐらいで読谷広告があります。その手前のウヤッコパーラーにヤギ汁の上りを発見。路肩に車を止めて店内へ、 焼き汁まだありますか?」と聞いたらいくつですかと聞かれたので48歳ですって答えたら苦笑いされました <laughs> <laughs> ルシケンさんか見て、えー、10分ほどで「ヤギ汁ごはん1000円安い」とシーブンのお茶をもらっていただきましたあちこおこで美味しかったですお昼からヒージャージュル食べれて幸せということでとんたん美味しそうだねとんたん閉まってましたヤギ汁お茶もつけて、えー、すき焼き丼とかあるんだね 親子パーラー多分読谷高校の近くっていうことは多分あれだろうなでもさパーラーっていうもんじゃない感じだよね食堂みたいな感じ食堂だよねパーラーってほらなんか移動パーラーとかもそうそうそうイメージなんだけど違うよねこれはね違うのこれ食堂もうまあ気軽にみたいなこと言いたかったね。はい じゃあ続いてこちら行きましょう。馬まごんさんです。はい、沖縄は梅雨の、内地は新緑の季節を迎えましたが、もう少しの辛抱と言い聞かせながら、Google ググマップであちこち行った気になって妄想しています。うん、そんな妄想がエスカレートし、結城 D から、この二人を引き連れて九州一泊二日、弾丸グルメツアー行くならどこがいいですかとメールが来た夢を見ました。夢を見ました。夢ですね、はい <laughs> えー。朝の便で鹿児島空港に降りて、レンタカーを借りて高速で宮崎県、 え、宮崎県小林市に移動。小林インターチェンジで降りるとちょうどお昼になるので小林市自撮りの里で自撮り三昧なランチいかがですかお腹い,まいっぱいになったら次は少しだけ観光。 あの島縄さんも訪れたことがある引用席にてミーカの暗産祈願をして宮崎市へ移動 <laughs> なんで勝手に私夜は私のお客さんでもある尾崎さんが飼育した尾崎牛を提供している焼肉倉下で焼肉を堪能、うん、翌日は都の城市へ移動し私は全メニューを完食したあの二味うどん研究所でランチして帰る宮崎プランでお答えしたいと思っていますああいい、ね、以上座長西町の野菜スムリ家プロ以上ですということで馬郷さんですミーカこの前ラジオでなんか高速の話 話していたさはい、はい、沖縄はまあもう本当二つずつしかないけど、はい、<の>中城パーキングエリアとイ、ね。だけど、この県外に行くと、やっぱこういう楽しみが、うん、ね、こういうの送ってくれる方も、ゴ後トラックさんもいますもん、ね。そうそうそう、うん、サパ飯で。ゴサ送ってくれますね。そうそうそうね楽しみだな、いいねえこうやって、た、旅に行ってさ美味しいの食べに行きたいよね。早くも、いろんなオーラが、沖縄観光立県だから、やっぱ早くね、こ行き来できないとね、うん、みんな困るからね、ねはい。 えプープルゼリーいちご味さんですね。未来の私のお友達の皆さん、はい、こんにちは。こんに季節のお野菜オクラがにょきにょき元気なシーズンオンですよ。生でポリポリ食べながらパック詰めしています。生も美味しいよということで。おおすごい。もう昔、うん、死ぬぐらい見たから。<laughs> もうちょっとなんか一生分食べたみたいな <laughs> ネバーエンディングオクラ <laughs>。あ、はあ。 ね、食べれるよよ言ってたよね食べれはしますけどもそんなにっていう感じうでも皆さん美味しいで,でも生でいけるんだねおじゅりさんねこうやっぱりちょっとこ産毛がちょっと苦手だっていう人もいるさあるよな種類はちょっと、ねはい、じゃりやるよね、うん、気になるっていう方もいますから、ね、食べながら し <laughs>、ね、そんなに固くないかじゃあ続いてトマブンさんです、えー、しんちゃんみかさんこんにちは県内一の南部アワージョーグー南下アファーでおなじみトマブンですはいよ弁当食え弁当今日のお弁当なーに 3>, <laughs> 3個目のお弁当は親父キッチンです通るたんびに弁当中って看板が気になっててさ 弁当中って看板出てるの勉強中みたいで注文したのは超スタミナ豚カルビ丼です豚カルビキムチ山芋練り半熟卵スライスニンニクそしてネギ海苔乗ってますうまいな。わ絶対うまいですよねこの半熟卵がトロトロ系ですね写真ではちょっとわかりにくいんですが結構ボリュームある容器で大満足女子は残す量ですよ えー、あ,あすごい働き盛りの男子ならペロリです。半熟卵と絡ませて、うーん、たまらん。シニマーサタン、お値段800円、こっちサビタン、最高です。親父キッチンの場所は、沖縄市三原4の8の26。三郷公園の信号にファミリーマートがあるさぁね。うん、そのまま左側に三郷公園があるとしたら、はい、マットオーバーで、次の信号を左手です。検索したら、メニューも写真付きであるから、電話予約がおすすめよ。営業時間なども調べてい 行ってみてね。もっと食べんとーということでトモブンさんです。はい。弁当や弁当。これはあの豚、うん、カルビが見てください。 本当にねこの卵のさミカがさっき言った半熟がとろっていった時にこのチャンプルーナティクスはまずでこのネバネバ系も入ってるんですよねスタミナでねオクラと山芋がすりおろしのねでそのとろとろな感じの卵とあとキムチをちょっとまろやかにしてくれたりとかねちょっとずつこれをあっちこっちの部署で食べてあと最後みんな混ぜて食べてみると美味しいですね面白いねね最後に市町村合併させるってことしそう えー、シャバドンさんから来てますね、はいえー、早速ですが今年の母の日我が家ではまず長男が朝食にピザトーストと卵焼きおい長女がタピオカミルクティーを作ってくれました、えー、それからお昼は俺のポケットマネーでサムギョプサルや定食屋の定食をテイクアウトで買って家で食べたんだけど実はその日に嫁さんが「韓国ののり巻きキンパが食べたい」と言ったお店のメニューからお目当てのキンパがなくなっていたので 夕飯は子供たち2人でそのキンパを作ることになったわけ<ー>そして宿泊しながら出来上がったキンパを家族で食べたんだけどとても美味しくて、えー、嫁さんも喜んでいました「<ー>お二人さん今年はヤーグマイの母の日となりましたがそれでも良かったかもしれませんね」ああいい話じゃないですか。

えー、国分寺駅から徒歩15分ぐらいにあります、コロッケの丸いに「愛」って書いてあ、ねうん、丸いに「愛」うん <coughs>。里芋コロッケのほかにも、うどのコロッケやメンチカツ、うど ポテサラマカノリ、マカロニサラダ、シューマイなどすべて手作りでシニマーさん、優しい雰囲気のおじいちゃんと、キキキリンさんにのおばあちゃんでやってらっしゃいますよ。もともとは肉屋さんだったんだって。<ー>で、一つ変なの,なのは、うん、お店の前の粘土細工みたいな、おせ辞にも可愛いとは言えないジャイアントパンダがいます。隣の八百屋には、同じ素材のジャイアントパンダ、ジャイアントな鶴がいます。パンダもうん えー、もらパンダもらわされたのかしらね国分寺にいらっしゃることがあったら寄ってみてということでえー、とこれですねうわどうした死 <laughs> <laughs> 夜のはびしょで帰ってきた時の小学生の時で, <laughs> 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 でなんかまた <laughs> でこれがキャラクターになってんだろうな <laughs> 隣には八百屋さんで鶴がいるんだよ、うんうん、へえ鶴は千年 <laughs> パンダは何年かなでもどっちも共通してるのは白と黒だねそれも白と黒だ白黒はっきりしれて言ってるカード使えないよみたいなどうもありがとうございましたはいということで皆さんからねまた来週もえっと今なかなか自粛中なのでお店に行って食べてないよっていう方も自宅でテイクアウトしたメニューとか家で作ってみたものとかぜひね画像などもありましたら一緒に送ってくださいお待ちしています以上給食係のコーナーでしたでは続いてこちらの コーナーです。<music> 沖縄セルラープレゼンツキシュー。このコーナーは地元に全力、au 沖縄セルラーの提供でお送りします。さあ、このコーナーでに、イまあ、携帯にまつわるメッセージ、ーいろいろ募集してまして。送られてきましたね。今週もね、ありがとうございます。 えー、ビールジョグさんからいただきました。はい。ワラバーが生まれて三ヶ月が経ち、うん、写真も増えてきましたので。はい、おでとうございます。ラインスタンプ作成しようと思い、うん、アプリをインストールして現在作成中です。 うん、えどういうこと？自分専用のっていう、はあ。自分の子供の写真を使ってアプリを作ってスタンプ作ってるってこと？スタンプ作るやつにちょっと時間かかる安心性。そうだからさ、うん、作成中やしが難しい。はいはいはい。二人はラインスタンプ作ったことありますか？というビールジョグさんからです。新じゃんないです。ないですないです。僕もらったやつだけ。あ,あなんかいつもさ、ツハって印鑑が押されて、うん。あれもうなんか作れるみたいのを。 作ってくれるよしきっていうのがいて、はい、優しいのが、うん、ツハさんで作ってくれ俺にくれよっ,て言ったわけ<ー>それを勝手に使ってるだけで,でそれをじゃあしんちゃんがこうやって何かある時に「了解しましたつはい」ツハっていう印鑑がピンてくるあこれいいな<ー>使いやすいなありがとうございますつは<ー>今向かいますつはみたいな。 へえ。うん、でもさ、子供の写真がこうやってラインのスタンプにして、うん、まあ親戚間とかこう子供の写真見ると嬉しいよね。そうだよ。子どあの、うん、子供が2個 OK とかね。うん。わじってる案件でもなんかこれ返されたらう <laughs> んってね。そうね。えなんか俺ってスタンプってどうなんですか。結構持ってます？持ってないです。もらったやつ。<然>ほぼほぼ持ってないです。ハローケーのスタンプあるの？ あ、あの、ないですか。前ありましたよ。ねあるある。あるんだ。じゃ、村さん、ちょっと。アナウンサーの方々のスタンプが。アナウンサーの皆さんの、あるんだ。ええ、宮田龍太郎。そうそうそう。せいやとか。せいやくんとか。あるわけ。あります。よろしく、了解みたいな感じ。なんでか分からんけど、前川局長の。は。あの。前、何がある?。スタンプがありますよ。ごめんなさい、みたいな。あ、頑張ごめんなさい。失礼しました。今後、気をつけます。みんな、クリームの謝るやつ。 なんなだよ。なんか多分ありますよね。色気をつけます。あのキャラクターがあるんですよ。前川局長の、があるわけ。はい。森田さんのないのに。デジや、こ、こういうとこはこういうとこ。アロケはこういうとこ。もう、こういうところが、やっぱり。何かと違う。警備も警備から違う。この言葉使いとあれからもう、違う、モラルからも。ういい悪いってない、全然、もう、全然、これは。それは良さ。 アロケ独自の,この個性という個性タレ,ントタレント性があるわけよラジオ局自体がタレント性持ってるって素晴らしいことですよああち,ょちょっと弱いけど <laughs> 何かが言うもう本当自粛が緩むみたいにも 大丈夫ですよ。シっと閉めてもうマスクも目にあるぐらいわけわからん人多いかしそんなことない違うかビールジョークさんとりあえずしんちゃんも私もラインスタンプ作ったことがないのでちょっと完成したら見てみたいでどれぐらいなのかってまたビールジョークさん教えてもらえない結局申請に3か月かかりましたとか一般の方も作れるんですょ。びっくりしちゃったへえだからもうどんどんで俺泉さんからヒッチ 泉さんたちも作ってるんだろうな。泉さんの顔があって、こう、なんか。ライ,ライン、スタンプありがとうございますとか。うん、もう四時まで待てないみたいな、暗くさ。<laughs> え、別にまたしてないしみたいな。<laughs> ずっと待っとけっていうのデジョクでい、出とくで。石丸となってね、みたいな。<laughs> チャートルバイ、そうみたいな。<laughs> 飲んでるところに呼ばれるパターン。<laughs> 呼ばれるパターン。今の,今のはな。 10時まで飲めないみたいな <laughs> 飲めない <laughs> やろうかないいね。2>, 2時間しか飲めない <laughs> これでやってこれでつけてそれではここでちょっとお知らせですはいはい えー、リスナーの皆さん、えー、ハッシュタグ、この島にエールを、これご存知ですかねしんちゃん知ってます知らないですね。このキャンペーンは、はい、えっとね、新型コロナウイルスの感染拡大で自粛生活が長引く中、スマホで家にいる時間を楽しんでもらおうと企画したもので、<ー>現在第2弾、第二弾のキャンペーンを、二十日から、5月20日から5月28日木曜日まで実施中です。はい、これ、英雄沖縄セルラーのこのキャンペーンなんですけど、うんうん、えーっと、 今回は、はい、琉球ゴールデンキングスとのコラボで、はい、選手が紹介する家トレ打ちトレ打ちトレね。打ちトレに挑戦した動画を、うんえー、ハッシュタグ、この島にエールを、この文言をつけて、うん、インスタグラムやツイッターに投稿すると、うん、ーー抽選で100名様に豪華グッズがプレゼントされるっていうキャンペーンなんです。え、すごい。100名はい。100名 ?100 名。はい。で、応募の際には、アットマーク R 沖縄 アンダーバー a あ、うん、違うか。アットマーク、ごめんなさい。アットマーク、沖縄、アンダーバー AU。このフォローを忘れずにお願いします。もう一回言いますね。もう一回。応募の際には、アットマーク、沖縄、アンダーバー AU のフォローを忘れずにお願いします。はい、沖縄在住の方限定のキャンペーンとなりますので、この自粛期間中、うん、ぜひ皆さん、生まった体、楽しく動きたいな、動かしたいなと思います。元に全力ですねで実際、じゃあ今日はしーちゃんにやってもらいましょうか。 今もうすでに始まってんの、これはあ、キングスの、キングスの選手。はいはい。あ、これは、れえっと。えっと、牧選手って。うちトレ,ちトレを、実際に、こうしんちゃんが、やってるやつを、動画を撮って。 で動画撮るために今セイヤがもうスタンバイしてるんですけど椅子に座ったままできるやつですかこれ？セイヤはあれでスタンプ持ってる方ですよね。あそうスタンプスタンプあるやつですよはい。今日どんな感じの今日あれですかトレーニングですか？えっとですね今お家の中でい座ってお尻とお尻もつけて座ったま体育座りのような感じから始まりますね。でマ選手ですね。えです僕もちょっとじゃ座ってるような感じで。で膝膝上げてるさ。足ついてない。もう下まで行ってよれ逆に。 地面に、はい、座るのほーあら、すごいしんちゃん、今地位に座りましたで、えっ、ー、と実際に足を伸ばして今、歯の字って交互にこうつけてます <laughs> はいはいはい、はい、<で>足交互にこれおー聞くなもう、もうこの前、ごめん、この前大阪エブスタートの試合でダ <laughs> ンクした後に落ちた時の膝、ね これあの手軽に気軽にできるっていうのはいいですね。キングスて動画も選手が配信してるんだよね。あれキングスコラボモデルえすごいよやっぱり。う時計もあれ G ショックってなってる。G ショックじゃん。G ショックだよ。あ G ショックなの。自粛するだから。違う G ショックってなってる。百名様にまず A 賞が十名様で G ショックキングスコラボモデル。G ショックにしてこれも。はいそしてえっとキングスの T シャツ。 でしょ、うん、あと B 賞としては、カーサンシェード、ゴーディーペン、キーホルダー、ポ,ルえポシェットなどなど、こういったものが当たりますね。うん これ、沖縄セルラーが SNS の企画としてやったもので、面白いね、この企画ね。ファンにとっても嬉しい、でもこれ、今、ちらっとやったけど、できる気軽に、1日これを何分かやろうって、キングスの選手も実際やってるっていうことだからね、そうそうそう、選手が紹介する打ち取れですけど、これ、毎回選手がどん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 上げてくるのかな、ちょっとずつ変わってくるかもしれないね、何度でもアクセスしてみて、すごいね、面白い、今日はダンクしてみようかとか言ったら、だほらほらないみや。

沖縄アンダーバー au このフォローを忘れずにお願いしますこれ検索する時には「ハッシュタグこの島にエール」をこれで検索するとすぐ出てくると思いますのでご覧ください、うん、これ結局一畳の中でできるっていうのがいいよね今動いてた見,見てたらやっぱりま今実際こう久高誠也アナウンサーがしんちゃんの動画を撮ってたでしょ撮ってたね、うん、俺が左膝大阪エベッサ戦 <laughs> で痛めたやつねちょっとあ<の> <laughs> 京都んなリーズじゃないよ <laughs> <laughs> エベッサ戦で <laughs> エベッサンの時よ <laughs> 中盤 <laughs> やんばいやったの。もう <laughs> 地区変わればいいのにみたいな。<laughs> <laughs> <laughs> ツイッターの方でラジオ沖縄のツイッターの方でこんな感じだよであげますのでちょっとねあのよく分かんないなっていう方はぜひこのツイッターの方をチェックしていただきたいと思います、はい、い面白い企画もいっぱいですねそうだねこういうこういうことで楽しまそうっていうこのサービス精神っていうのありがたいですよね素晴らしい、うん、あのなので詳しくは au のホームページとかねいろいろこういうのを検索してはいご覧になっていただきたいと思いますい以上沖縄セルラープレゼンツ記事編ラクーーラーの 提供でお送りいたしましたさあそれでは続いてのコーナー参りましょう刑事係ですはい,はい、あなたの街のあれこれイベント情報面白看板見つけたなどを紹介して参りますはいあのちょっとまああのー 毎回ね、あのー、プレゼントさせていただいた一歩さんですけれども、えー、6月1日からまた、えー、ランチの営業します今あ今、期限切れたランチ券も今年いっぱい使えるようになりますので、また6月1日からお昼からもう昼飲みできるようなランチももちろんやりますんで、えー、ぜひよろしくということであります。で、バイキングはちょっと、えー、今、このご時世なんでね、えー、もう定食で提供するということになります。どうしましまた <laughs> 今さうさ、ん、刑事係のメッセージは上のもの取って読もうかなと思ってパッて下見したんですよ、うん、相当相当パンチ力があるやつは来たてるあっ来てる、はい、もうこれでも今これ見て私これもう今日ほんとやばいなと思ってご飯4回ぐらいおかわりできるえっとね、はい、ディスカスさんから頂きましたディスカス熱帯魚ですかねはい都内某スーパーで見つけましたはい 以前しんちゃんが言っていました、ディキランヌが作ったんでしょうかということで紹介しましす。<laughs> ディキランヌってできあの良い良い出来ではないってことだから、ね、あの別にディスってるわけだね。<laughs> ディキランヌが作ったじゃあ見てみてください。できないもの。はい、えっとドリンクですね。うん、発売ホニャララフーズペプシジャパンコカコーラゼロ。ポップですよポップ。 これほんと間をもっと開けないとダメなんじゃないですか違うのかな <laughs> いや違うでしょうトヨタ・日産本ン・ホン新車販売部。え <laughs> <laughs> これ合うわけないよねない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 じゃあ間違いだな間違いだよねペ<ー>プシジャパン・コカ・コーラゼロ <laughs> 株式会社ペプシジャパン・コカ・コーラゼロ <laughs> 君も飲んだかマヌ、まあ、ってるマヌ売ってるね <laughs> <laughs> これ最高じゃない, <laughs> <も> <laughs> いよく探した <laughs> また敷いてまでさこの基礎やってるみたいなねうんうんとこだからおかしい、ね、絶対ないよこれポップ作った人が間違えたんからうち間違えたいか商品が横にあるかもしれんけれども、うん、いや多分違うよだって一つのくくりだもこうあるもんそうだよな、うん、88円ね両方同じ値段だからいいんじゃないかみたいな「ペプシジャパンコカコ <laughs> <laughs> <laughs>」光るか にしてもなペプシコーラ工場に行ってコカ・コーラを飲みました絶対ない絶対途中から混ざってるこれなんだっけ社会科見学でしん同級生でしょ同級生だんだんこんなバレちゃうけど光るっていうとこね大蛇の方に大蛇の5八沿いに昔わかるアクターズさんが今もあるのかペプシコーラ工場に社会科見学行った時の 感想文書いたときに、発表のとこに、レプシコーラ工場に行って、コカ・コーラを飲みまして、もう緊張してるから、もう間違ってるももう、みな。俺は逃さんぜお前、さん抜けてない頭から。うまいうまい。甘ったるくなっていや、もうデスカさん、よう見つけた、これ面白い。はい。じゃ次行きましょう。国分寺の加藤ちゃんですね。え国分、西国分寺のどこかにあった、 ドンファン。お <laughs> 店の名前ね。うん、海鮮丼売ってるんだけど、うん。シャイドメニュー的にクレープやタピオカミルクって日はあります。<laughs> 海鮮丼にクレープやタピオカミルクって本当に合うかしらど <laughs> コロナに気をつけて、お掃除終わっ、ね、海鮮丼デザート。<laughs> 合わないと思うな。またドンファンだよ。 なんかどっかの事件ね資産家のあれみたいな感じでこれ面白いなまあ合うか合わないかは人の分かる方はもちろんありますけどそうそうご飯食べてる時にコーラとねほらね裁縫店になんとかありますみたいなあ梅干し置いてますみたいななんでよみたいなあんな感じでしょ昔観光客に言われたのが小坂なんかでピアノ屋さんが12時ぐらい空いてたって っていうわけさ、十二時経ってもなんとかピアノ、十二時からピアノ会に来る人いるのって言われた時に、おかしかったわけ俺、何かをやってたのね。もうでも自由さね、本当ね。もう時間でしょ。ごめん、ごめん、もう時間ですか。まだ一個いけない、もう。 しっころさんだけいきましょうねあと一個だけねえっ、ー、と見てしまったのでもですよねでも見てしまうの、うん、ごめんなさいって思ってしまった看板です見てくださいじゃじゃ危ないぞはい危ないぞ看板見るな前を向け、うん、<laughs> だけど見ちゃうってことねだからおよそ都でこっちねよそ見するなって書いてある <laughs> 看板にねじゃあ書くな <laughs> <laughs>、はいということで面白い看板皆さんたくさん今日もありがとう以上刑事係のコーナーでした